こんにちは、圧力鍋研究家の斉藤亜希子です。今日はこちら、静岡県産の砂糖エンドウを使った美味しい炊き込みご飯作っちゃいます。材料はこちらです。お米は洗ってザルにあげておいてください。砂糖エンドウは筋を取っておきます。それでは作っていきます。まず砂糖エンドウを茹でていきますね。圧力鍋にお水1カップ、レシピの分量のお塩、それからだし昆布、そして砂糖エンドウです。全部入れたら蓋をして火にかけます。圧力がかかって重りが触れたので、すぐに火を止めて急冷します。ところで急冷って？急冷とはすぐに蓋が開けられるように鍋を冷やすこと。その方法はお鍋によって異なるので、取扱説明書をチェック。急冷して圧力が下がったので、重りを外して蓋を開けます。そしてすぐにザルなどに開けていきましょう。砂糖エンドウが茹で上がりました。この茹で汁には砂糖エンドウの旨味と香りがしっかり入ってますので、この茹で汁を使ってご飯を炊いていきます。洗ったお米です。茹で汁と分量のお酒、そしてちょっと足りない分はお水を加えましょう。砂糖エンドウを茹でた時のほんのりした塩味がついたご飯になります。ではこれで炊いていきます。圧力がかかり始めたので、弱火にして1分加圧をします。では時間になったので火を止めましょう。このまま圧力が下がるまでしばらく置いてください。それでは圧力が下がったので蓋を開けていきましょう。どうでしょうね、美味しく炊けてるかな。こんな感じです。では先ほど茹でた砂糖エンドウですね、1センチぐらいにゴロゴロっと刻みました。これを混ぜていきます。砂糖エンドウご飯出来上がりです。チャンネル登録お願いします。ブログもやってますよ。うちごはんラボで検索。